これが私の生きる道名物香り菌を散発するとショボレンビアコの口ハリケーンで嫌な展開を及川さんの笑顔でなんとか中和した展開。今回こそはみんなの笑顔でキャッキャした資生堂が見たいぞ。JR 高円寺駅南口徒歩1分パチンコ323台スロット68台の設置。お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。まずは琵琶湖姉さん、はい、後半戦頑張りたいと思います。当たんのかな、早速の弱気。てかこの間も ST 自体は2連しかしてなかった記憶があるので、もう一回当てて3連させたら私はもう今日はいいでしょう。その目標平均以下ですよ。さあそして髪型が気になる香りっきー、はい、それでは後半戦スタートします。前半戦で投資2万5000円です。いやーちょっと当てたいな。でも当てたところでそれなりに連チャンさせないと前回と展開がほとんど変わらないので、当てて連チャンさせる、お願いしたい。あ、そうだ、ポジティブでいこうとしてたの。
私基本的にそのパチンコ回りさえすればそれだけで楽しい人間なんで、演出でね、ピッピッピッ、まあ、番組的には回るだけだとしんどいっすね。さあそして我らが女神及川さん、さあ休憩終わって元気になったかな。はい、僕は元気です。カオリッキーはちゃんとポジティブな言葉を言ってますかね。じゃあちょっと見てみましょうか。ずれろ、ずれない、赤い、いつもと変わらないかな。突然スーパー、そうか、分かった。直ちが確かにこういうスーパーとか行ってる時にこれはないですねとかって言ってないもんね。確かに分かる分かる、あ、頑張れって言ってる気がする。気づいちゃいました？頑張れ頑張れ、あーダメだったみたいな、こうやってなんかやってたもん。そうだよ、そういうことなんだよ。これなんか掴んだんじゃないんですか？いいよ、リッキーのリアクションもいいよ。もう一回、チャンス、チャンスだよ。いいよいいよ、チャンス、そうノーマル。いやこれなかなかでしたよ。ダメだ向いてないなこれ。いや嘘、チャンスってチャンスじゃないもん。だってダメだ向いてない。いやぶっちゃけが過ぎますよ。はい、いや頑張ろう。そうポジティブもボーナスも頑張ってください。さあそして物抜けの空の琵琶湖姉さん、ねえねえ姉さんもリッキーさんみたいに頑張れとかやればいいのに。多分姉さんのぶりっこ感はもうかなりの破壊力があると思いますよ。分かった。いやテンション、解説の時の桑田真澄か。お、あー早いよ、早い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 、これトラ、赤、赤が黄、うわ青ばっかり、当たった、簡単に当たった、やった当たった、嘘だ、奇跡だ、あた、やった、一刻チャレンジ、一刻ボーナス成功したよ。これあの確変です。実質1ラウンド確変ですね。ダブルウェディングラッシュ突入確定、おめでとうございます。やった、まあ、1ラウンド確変みたいなやつです。やったで、頼むよ。さあ逆転、いやまず目標の3連なるか。さあそしてホールに咲いた一輪の花、及川さん、やっぱりこういう出ない時っていうのはだんだんこう気分が沈みやすくなるんですが、楽しいことを考えたりとかなんかそうですね、なんかいいこと、楽しみなことを考えますかね。例えば私 来月友達と3人で、女3人で温泉に行くんですけど、なんかそういうこととか、なんか楽しみなことを考えますね。あと今日の夜何食べようかなとか、なんか焼肉食べようかなとかなんかね、好きなことを考えますね。僕も今後は及川さんのことを考えて打ちます。こういう時間があるから当たった時に嬉しいわけですよね。え、いつもいつも当たるわけないんだから。いやいいこと言うな、ね、さあそしてポジティブになろうとしているカオリッキー、
それはあのポジティブじゃなくてただ言ってるだけです。いいよいいよ、もう一丁。熱い予告。変化青。ポジティブになろうとしてもこれごときの演出ではどうしても熱くなれないんですよね。そこなんだよね。まあまあ詳しくなればなるほどそうなんでしょうな。ゼロ号機頑張れってことでしょう。まあそういうことなんですけど気持ちわかります。なんか私がやるとなんかバカにしてるかぶりっこしてるかのどっちかになってしまうんだよな。負けちゃった。難しいなポジティブということで、カオリッキーに及川さんの声を聞いてもらいましょう。聞きたい。なんか休憩した途端に急に熱いリーチがいっぱい来るようになった。リーチがいっぱい来るようになった。ほらほら赤い赤い赤いの。いいな。こっちの赤はねちょっと弱いんだよね柄と比べて。いや聞きながらネガティブ。緑からの白いからの何にもない。香里さん、香里さん、ちゃんとあれですよ、ポジティブなこといっぱい言ってくださいよね。えちゃんと前向きなこと言ってる。前向きなことを言おうとしてるんだけど、うんうん、なんか私がやるとアホの子っぽいんだよね、うん、頑張れとかって言ってると、うんうんうん、アホの子っぽいのとなんか直樹をバカにしているようにしかね聞こえないんだよねそうなの。でも香り気らしくでいいんじゃない。嘘、うん、愚痴しか言わないよ、ね、あ愚痴言ってんのでもさ、でもさご機嫌なんでしょ、うん、よく回る、ご機嫌、よく回るから。そうそうご機嫌だよ。あそれならいいよ、楽しむことが一番だもんね。そうだよ ね、 ね私もね、うん、よく回るからご機嫌なの。あさすがね、お互い頑張りましょう、ね、当てましょう、当てましょう、会うよ、はいよ、じゃあ ね、 じゃあね電話ださあそれでは視聴者の皆様、及川さんにアドバイスをもらった新生カオリッキーの実践をお楽しみください。青青2個。マルステージに行きました。先読んでます。青保留が変わる。早い。びっくりマーク。あ、でもぎじりました。いいですよ。いけ。リーチ。チャンス。チャンスです。暑いですよ。3個半リーチ。青保留もうちょい上がってほしいな。あ、えずれ。赤。赤になった。赤になった。やりすぎ？やりすぎ？でもこれあるんじゃないですか？どうですか？金金ない。金買ったみんな欲しかった。お願いします。外れちゃった。ダメダメダメでした。残念。これでいいの？いいの？ OK 出たけど、私今自分で痒くてしょうがないけど。熱でもあるんですかとか言われるな、ここから見た人じゃない。え、熱あったんじゃないんすか？
さあそれでは本家ポジティブをご覧ください。うん、なんかほらほらなんかありそうでしょ。ほらねほらねほらほら、どう、だってさっきまでこんなのなかったでしょ。いいでしょいいでしょ、流れが来てますよ。頑張れ。ちょっと期待したいな。そろそろお願いよ。おいガロー、おい母さんにお願いされてんだぞ。分かってんだろうな。あーまた出た筋肉。もうこの筋肉め。あーやだ、おい。もう。負けたんだからやり返しちゃえ、やり返しちゃえ、行け。あーもうこの筋肉がもうほんと強い。この筋肉やだ。どうやら筋肉質の男は嫌いみたいですね。いやもうよかった俺ぽっちゃりで。さあそして ST 中のビアコ姉さん、あチャンス、これ全部手ぶつ、これが当たってるかもしれん。これか、これ当たってる。あ、当たった当たった。あ、赤ホリ、あっ。ね、見て、これ全部透明、透明でしょ？透明じゃないや、点滅でしょ？これすごい強いチャンスアップなんですよ。これテンパって点滅と透明を間違えるぐらいのチャンスアップってことですよね。まあ当たりましたこれは、赤ホリだし。そう、こういうやつよ、こういうやつ、こういうやつ。超熱い。全開って。原画だからなんだろうと思ったのに。すごい原画だ。ちなみに今流れている曲は You Are The Only、 1992年の小野正利さんがオリジナルです。さらにちなみに小野正利さんはモノマネが得意で、レパートリーには稲垣潤一や小田和正などがあります。以上パチンコに関係のある話からの関係のない豆知識でした。いやにしてもいい曲ですね。これ琵琶湖姉さんが歌い出さなきゃいいけど。強く抱きしめてフォールウェー。急に田舎のスナックになっちゃいましたね。やりましたよ。確かに歌声はやっちゃってますよ。あ、なんか パスケースに先生の顔があるんじゃないかな、確か。やりましたやりました。やりましたやりました。いい演出出ましたよ。素敵な演出ごちそうさまでした。ありがとうございました。やったやった来た。あ、カウントダウン。これトツアタです。あ、次回予告でした。違うじゃん、嘘じゃん。カウントダウン大体ね、図柄がバーンって出てくるパターン多いんですけど、そうなると休めの6ラウンドが出てきやすいんですけど、こうなるともう16ラウンド濃厚、濃厚とかまあほぼ当たります。よーしよしよしよし、箱書いておいてもらおう。今一瞬ムツゴロウさん出たよね。大丈夫、 4テンパ。はい、神谷くん。今回も登場の神谷くん、ちゃんと ST が連チャンするコーヒーも持ってきた。赤青でしょ。まあ外れません。あれ、ちなみに今流れている曲は小林明子さんの恋に落ちてフォーリンラブ、ドラマ金曜日の妻たちへ3の主題歌でした。かけだ、ちょっと、いや大丈夫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 、不安になれたらあかん。
まあ電柱の 70% が16ラウンドなんでね。目標の3連達成おめでとうございます。こういうことです。メゾンの連は3万使ってますけどね。いいんですいいんですよ。いやいや、このペースならすぐにまくれますよ。あと連チャンしていくとその昭和の名曲がいろいろ聴けるっていうわけです。せっかくなので他の昭和の名曲の方もご紹介しておきます。心の旅、夢を諦めないで、初恋、グロリア、待ち伏せなどが聴けます。ちなみに待ち伏せはユーミンの作詞作曲なんですね。さあドア玉から青いと偉い、偉いというか、あほらね、はい、よいしょ、赤にこれ、はい、ありがとう。8月ですか、ごもももかな、あ、違う、取れ、あーよ、太い入れちゃうぞ、こんな感じ、あーこれ当たれば16。スティッチは多分全部青いのかな。あー大丈夫ですね、大丈夫ですね、赤多めに、やっぱテンパ赤い強いわ。うん、筋肉あるかもしらんぞ。そうですかそうですか。ちょっとあの及川さんに質問なんですけど、これはポジティブって言ってもいいんですかね。僕的にはただ当たってる時だけご機嫌な人って感じなんですけど。はい、ありがとう。あ、ノーマルだ。よいしょたら、香織さんに1箱貸してやろう。あげたら10箱出たらね。あげるんじゃないよ、貸すんだよ。だからあげたら。さあそして香織キー、果たしてポジティブになれたのか。投資が3万円を超えました。初めの台に1000円入れて、そこから1万円札で売ってるんで、これで3万1000円です。なくなりました。3万1000円、4枚目まだ3万円です。まだ4万円目です。まだ全然大丈夫だと思います。頑張ります。まだ全然まくれます。ポジティブの使いどころ間違えてますよ。大丈夫、ここから当てるぞ。なんでこんなわざとらしくなるんだろう、自分でも分かんないんだよな。声のトーン上げると多分わざとらしくなるんですよ。このトーンでいく分には3万円超えました。大丈夫、ほらこんぐらいだ。大丈夫、まだ4万円、まだ4万円頑張ります。ほらほらほら、このトーンでいこう。このトーンでポジティブね、 OK。 500回転を超えてやっとコツをつかんできましたね。いやそれにしてもこんなに喋るリッキーさん、なんか新鮮です。あ、やばい、いつも通り何も反応しなかった、ギジニで。こ
のを反応しなきゃいけないんだよね。意識しないでできるようになればこれ免許改善ですかね。さあそして美の化身及川さんの台に動きが。あら、あ、何この画面かわいい、かっこいいか。かわいいのは及川さんだけですよ。かっこいいですね。さあガロー、この野郎、そろそろバシッと決めて及川さんの女神スマイル降臨させろよ。これも初めてですね。これさっきなかったですもんね。勝てる気がする。そんなに強そうじゃない。勝てる勝てる。いやもう正直これしかない。ガロさん大当たりお願いします。これ見えてるかどうかは分かりませんけど、今僕土下座しながら喋ってます。緑ある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 、全然ある。及川さん、首斜め30度ですよ。いやいやいや、あ、戻った。こんなんでね、負けませんよ。まだ粘りましょう。もうちょっと粘ろう、この台で。もう、550回。もう、そろそろ当てよ。もう、次こそ3度目の正直ですよ。2回外したけどね、いいんです、いいんです。この後に当てますから、当てますから、必ず。よいしょ、ほらほら。さあそんな及川さんに当たりは来るのか、次回に続く。SP 連でご機嫌の琵琶湖、今回は勝利できるのか、そして無理やりポジティブになった香織に大当たりは来るのか、そしてそしてそして大当たりとした及川さんの笑顔が見たい、目がずっと及川さんを見たい。次回のこれが私の生きる道プラスも、しばしくゆるくお届けします。お楽しみに。